外観永楽館は、兵庫県豊岡市伊豆市町にある芝居小屋。近畿地方最古の芝居小屋であり、現地に現存する日本最古の劇場建築である。正式名称は、豊岡市立伊豆市永楽館。所有者は、豊岡市。1901年、伊豆市場の城下町で代々染め物を商ってきた、小畑家の11代当主である、小畑久二郎により建設された。なお、 同時期の1910年には、熊本県に八千代座が創立されている。伊豆市は元より、田島国の芸能文化の中心となり、上方の歌舞伎、剣劇、落語の上演のほか、半軍演説で知られる、斉藤隆夫の公演や宝塚歌劇団の公演なども行われた。1930年代より映画館としても使われるようになったが、1964年には、 劇場としては閉館。なお、伊豆市町の映画館としては、英楽館の他に、東館もあった。一部をパチンコ店にしたりもしたが、ほどなくして休業し、1973年に閉鎖された。1989年から、伊豆市城下町を活かす会によって、コンサートなどでの使用が再開されて、再生の機運が高まった。1998年には、 伊豆市町の文化財に指定された。2006年6月28から2008年6月30日、豊岡市によって、総建寺への復元工事が行われた。改修設計者は、福岡建築事務所、改修志向者は、川島建設。2008年8月1日から8月5日まで、六代目、片岡愛之助一座による下記落第歌舞伎を開催。 2009年5月21日、兵庫県建築士事務所協会主催、第8回クスノキ建築文化賞コンクールで、夢芝居賞を受賞。2010年5月19日、ベールカベストリフォーム部門賞を受賞。女優の片桐入りは、個人的に英楽館を訪れたことがある。1901年に竣工し、100年以上歴史を有する。現地に現存する。 劇場建築としては日本最古とされる。土壁と太鼓楼を特徴とする外観及び直径6.6メートルの周り舞台、奈落、花道、すっぽんといった舞台機構、舞台用衣装や上演記録が現存する。ありがとうございます。